どうも、キューティクル大会、馬田です。お茶した。ねえねえねえ、姉さん。よよ顔面で遊ぶな、お前。というわけでですね、今回馬面ビデオ、都市伝説シリーズでございます。ちゃんちゃんちゃん。というわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。どうも。ナイスセーフー。はい。ミスター関、腰当たってよ。報告しにくい。今回の都市伝説は、清涼飲料水に砂糖に代わって使われている人工甘味料。実はそこには裏の理由が存在するんで。というわけでですね、今回その人工甘味料の恐怖について触れていきたいと思います。まあよくみんなが飲む清涼飲料水って言われてるドリンクに砂糖の代わりに人工甘味料っていうのが今よく使われてるのね。これ砂糖の代わりに砂糖入ってるんだよね。じゃあ喋んじゃねえよ。で、この人工甘味料っていうのは甘いけど太らないゼロカロリーの飲み物に主に入ってるのね。夢あるな。今から夢壊すぞ。で、その人工甘味料にアスパルテームっていう物質が含まれてるんだけど、実はこれがかなり病気の元っていう風に裏で言われてるんだよ。例えば頭痛やめまい、むくみとかの軽いものからだんだん上がっていくと、失明とか糖尿病などの深刻な症状まで引き起こされるっていう風に研究されてるのよ。結構もうこの時点でやばいでしょ。だってもうそこら辺に売ってるわけだからね。もうありとあらゆる飲み物に使われてるんですよ。で、さらに、実は依存性がかなり高くて、アスパルテームを一度摂取してしまうと、それが含まれてるドリンクの消費っていうのを抑えることはかなり難しいっていう風に言われてる。だからそのドリンクを飲み続けてしまうのよ。欠乏せずに。それチャレンジだろお前。で、カロリーゼロなのになぜか、この人工甘味料を定期的に摂取すると、6倍太るって言われてる。6倍？何百キロ乗っちゃうの？もう漁船だろお前。で、これなんでカロリーゼロなのにブクブクと太ってしまうのか。これ実はアスパルテームっていうのは体を科学的に錯覚させてしまうってことですね。例えば膵臓っていうのは砂糖だけじゃなくて、実は人工甘味料にも同じく錯覚を起こして反応してしまうのね。その時に大量のインスリンっていう分泌ホルモンが排出されて、それによって余分な脂肪が体中に蓄積されて、それで太る仕組みっていうのが実は発見されたんだ。なるほどね。人工甘味料を摂取したら、あ、砂糖が来たよって判断するってことね。膵臓が判断してしまうの。もうこれは完全にその科学のまやかしに合ってると思う。手もデブになってきたけど。インスリンおじさんかお前。手デブになってね、クリームパンみたいになっちゃう。あ、カニパンみたいになりましたね。お前みたいな。じゃあなぜここまで有害な物質なのに世界中で使われてるかっていうのは、実は理由がもちろん存在するのね。で、このアスパルテームっていうのが作られたきっかけとしては、戦争に使用する兵器を作る過程で実は偶然発見されたものなの。手榴弾とか甘いで爆発だね。過去にこの物質がアメリカの国防省、いわゆるペンタゴン内で生物化学兵器用の物質候補としてリストアップされてたことがあるの。武器ってこと？武器。あまーみたいな。毒されてんだ。実はこの人工甘味料と化学兵器の関係っていうのは、結構関係性がもちろんあって、実はもうこのアスパルテームっていうのは、そのドリンク以外にも殺虫剤として使われてるの。例えば、フロリダ州ってよくアリが家に入ってくるっていう州らしいんだけども、たくさんの人々がこのアスパルテームっていうのを使ってアリを退治してるんだって。で、ゴキブリなども実は一緒に殺してしまうんだよ。でもそれは人間が摂取しても、まあ大丈夫だとは思うけど、少なからず害はあるわけでしょ。その殺虫剤を飲むっていう行為がもう世界中で蔓延してるの。ここまで世界に広がってしまったってことは、もしかしたらこれは人口削減の一環の可能性が高いよね。で、中毒性があって徐々に体が蝕まれていくわけでしょ。だから年取った後にこの今まで摂取したアスパルテームっていうのがどんどん病気として出てくるってこと。首なくなっちゃったね。